ブリーダーズカップジュベナイル3歳の 1700m、 いよいよスタートです。アリーズアレイ最後に収まりました。さあスタートしました。ちょっとバラバラっとしたスタートになりました。10番のダーリングジェネラルがやや出遅れました。さあ先行争いですが、6頭ほどが先行争い、内からイエスイッチクルーが上がっていきました。イエスイッチクルー先頭で最初のカーブを曲がっていきます。そして外の方そーっと上がっていったのがバックトラウト、そして3番手に人気を集めているアンサーライブリーといった体制です。早くも縦長の展開になっています。縦長の展開で向こう上面に入っていきます。外バックトラウト、内がイエスイッチクルー、ほぼ平坦のコースのチャーチルダウンズ競馬場、4分の1マイルは23秒台で入りました。内を行っているのが1番のイエスイッチクルー、前走ブリダーズフューチリティで3着に敗れたイエスイッチクルーがレースを引っ張ります。そしてその外にバックトラウト、人気を集めているアンサーライブリーは3番手、いい位置をキープしています。これから第3コーナーのカーブを曲がっていきます。2分の1マイルは46秒台となっています。さあ少しずつアンサーライブリーが差を詰めてきました。第3コーナーから第4コーナーのカーブに向かっていきます。ほぼ馬群が固まってきました。内でイエスイッツルーがまだ先頭、イエスイッツルー先頭、そしてバックトラウトが外、そしてその外にアンサーライブリーがやってきました。そして最後の直線に入っていきます。先頭はバックトラウトが先頭です。そしてアンサーライブリーがここで先頭に立った。アンサーライブリーが先頭に立ってキャットシーフも外の方やってきている。人気を集めているキャットシーフもやってきて、内から一気に差を詰めてきたのがアリーズアレイ、差を詰めてきた。先頭はアンサーライブリー、残り 100m だ。アンサーライブリー先頭、内でアリーズアレイ差を詰める。今ゴールイン、ほぼ2頭並びました。しかし外アンサーライブリーやや有利か。